はい、どうもタルタコスです。今回のねバルヘイムの動画なんですが、やっとねタコスキングダムの港ができましたのでご紹介という動画を撮ろうと思ってたんですが、なんとなんとビッグなニュースが入ってきまして、このバルヘイム9月16日に大型アップデートが決まりました。イエイ。待望のアップデートということでね、心待ちにしていたバイキングの方多いんじゃないでしょうか。今回はそんなバルヘイムの大型アップデートの情報を私なりに整理してまとめてみましたんで、そちらをご紹介していこうと思います。それじゃあ行ってみよう。まずね、左の表をご覧いただきたいんですが、これがねバルヘイムの運営側がこれだけアップデートをしますよということで作った表ですね。一番上からハート&ホーム、カルト・オブ・ザ・ウォルフ、そしてシップ&ザ・シー、新しいバイオーム、ミストランドで、赤色のラインから下は、まあ、できたらアップデートできたらでやりますって言っていたんですが、今回なんと2021年12、この4つ全てのアップデートはできないことを明言しています。はあ、おいおいおい、話違うじゃねえかってなると思うんですが、まあ理由としましては、まあ、爆発的に売れたバルヘイム、これだけの大勢のプレイヤーに対応する準備というものがそもそもできていなかったっていうことですね。緊急を要する1000以上の新しい問題とバグ、これが浮き彫りになって、そのね問題を修正させることを優先してきたために、この新しいコンテンツの開発っていうものが後回しになったっていうことをね言っていました。で、僕個人としてはね、もう仕方ないんじゃないかなと、はい、思っております。今のままでもね十分楽しめるので、まあ、モッドとか導入してね、皆さん楽しんでいただいてるとは思うので、アップデートは気長に待ちましょうということですね。はい。まあ、この後回しにされてきた追加コンテンツですが、9月16日に大型アップデートとして、ハース&ホームがリリースされます。このハース&ホーム、新しいバイオームの追加はないんで、新しいボスの出現とかはないんですが、運営側はこのハース&ホームをリリースしたすぐに新しいバイオームミストランドのアップデートに集中するっていうことをね言っているので、またねすぐに新しいバイオーム霧の地が遊べることを期待したいですね。さあさあ、それではね9月16日にアップデートされるハース&ホーム、これによってねバルヘイムがどう変わっていくかっていうのをね今から紹介していきましょう。はい、まず一つ目ですね。食事システムの変更。これはですね、従来の食事はこの画面のようになってるんですが、アップデート後では、料理がね、3つのカテゴリーで区別されるようになります。まず1種類目、体力を重点的に強化。そして2つ目、スタミナを重点的に強化。そして3つ目、両方をバランスよく強化。このね、3つのカテゴリーに料理が分類されるようになります。料理のアイコンの右上のフォークの印ですね。これが赤だと体力を重点的に強化する食事。そして黄色だとスタミナがメインに強化される食事。そして白だと両方を強化する食事。このね、3つに分類されるということですね。そしてね、食事効果を表すのが従来掲示表示だったものがタイマー表示に変更になります。これはねそれぞれの食事で表示されてるんで、まあ分かりやすくてねすごくありがたいんじゃないでしょうか。これまでと同様に効果時間が半分を切れば点滅するという点は変わらないです。この料理のカテゴリー分けによって、スタミナを重視した食事を選ぶか体力を重視した食事を選ぶかで今後のバイキング生活が変わってくるんじゃないでしょうか。そしてね、食べた料理の効果に不満があった場合、とあるアイテムを使うことですぐに新しいものが食べられるということですね。どういうものかというと、吐き戻すようですね。なんちゅうシステムだ。
はい、そしてですね、新しくキャラクターの横によろめき刑事という刑事が追加されます。でこれはですね、刑事が満タンになってしまうとキャラクターがよろめいてしまうシステムになります。体力を重視した食事をすれば、このよろめき刑事というものもね、溜まりにくくなるみたいですね。これがね、どう戦闘に影響してくるかというのはまだちょっと分かってないんですが、新しいシステムとして追加されるようです。食事の変更ということで、生肉がまず3種類に細分化されます。鹿肉、豚肉、狼肉。映像だけで確認されるのはこの3種類なんですが、またね、種類が増えたり新たなレシピも出てくるんじゃないでしょうか。そしてね、栽培できる野菜の中に玉ねぎが追加されたり、新たな設備オーブンが追加されます。従来ね、大釜で作っていたパンとパイ類については、こちらのオーブンで焼く方法に変更になるようです。そして次がシールドの調整ということで、タワーシールドがすごく強化されたようですね。ノックバックが大きいんですが、敵に囲まれた際のタンクプレイが素晴らしいということで、画像を見る限りでは全然ひるんでないなとすごいタンク役に徹してる装備になりそうですね。そしてね、バックラーの方はブロック力に欠けるものの、素早く動き敵の攻撃を受け流すことが可能ということなんでね、パリーしやすくなったりしてるのかなと個人的には思ってたりします。そしてね、新たなクラフトの追加ということで、画像で判明してるだけになりますが、紹介していきたいと思います。まず宝や宝箱についてですね、この積み重ねられたコインとコインの山を配置できるようになり、また余った財産で財宝を作ることができるようになるということですね。さらにさらに宝箱には貴重なアイテムや物資を保管することができるということで、これはね、お金の使い道がなかなかなかったバイキングの皆さん、これ素晴らしいクラフトだと思います。はい、ぜひね、タコスキングダムの王室に取り入れたいクラフトの一つです。そしてね、新たなクラフト鉄格子、これによってね、宝箱を守ったり、なんと捕らえた灰色のドワーフなどを閉じ込めることが可能となっていますっていうことなんで、まあ、どれだけ大きな敵が入るかわからないですけど、トロルとかね、捕まえたりできたらすごく面白そうなクラフトでありますよね。そしてそして、家の木材のクラフトになりますが、窓のハッチのクラフトを追加ということで、ここのね、窓が開いてると思うんですけど、今回ね、バルヘイムの中で正式に窓のハッチというクラフトが追加されて、まあね、窓作りに悩んでる方、解決するんじゃないでしょうか。そしてね、新しいクッキングステーションの追加ということで、スパイスラック、ブッチャーテーブル、そしてポット&パンが追加予定です。まだどう使うかはわからないんですが、これでね、調理の幅がどう広がるかっていうのが楽しみですね。そしてそして、新しい調理設備を使うことによってできる新しい食材、アイスクリーム、そしてスムージーなどなど、10種類以上の新しいレシピが追加されるということです。いやー、まさかアイスクリームが追加されるとはね、思わなかったんですけど、これはね、バイキングの皆さん、素材集めしてからの料理、すごくはかどるんじゃないでしょうか。現在公開されている情報をざっくりと解説してみましたが、いかがだったでしょうか。個人的にはね、宝箱とアイスクリーム、これがすごく気になりますね。このアップデートでサバイバル生活まだまだ面白くなっていくと思うので、未プレイの方もこれを機にね、ぜひ遊んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。そして私、歓喜いたしますので、ぜひぜひチャンネル登録の方やっていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺でお別れです。バイバーイ。